皆さんこんばんは。本日も文化チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、こちらのイルビゾンテのキーケースのお手入れをしていこうかなと思います。もう何年使ってるかはちょっと正確にはわからないんですけれども、おそらく 6,7 年ぐらい使っているキーケースです。結構お気に入りなんですけれども、この革の裏側、床面ですね、ここがかなりケバケバボソボソになってしまいました。動画越しでも明らかに高圧器などが伝わるんじゃないかなと思います。その高圧器をなんとかしようと思いまして、トコノールという商品を購入しました。商品名のまま革の裏側、トコ面、あとは革の側面、コバという部分ですね、そこに使うアイテムです。これを塗って磨くと床面がツルツルになる、そういった商品ということです。床ノールを塗るときにヘラがあった方がいいそうなので、100均でヘラも購入しました。それから床ノールを塗った後に磨くんですけれども、その時に必要なのがガラス板ということで、ガラス板も購入をしました。ガラス板でいいのかガラス板でいいのか、ちょっと読み方がよくわかんないですね。ちなみにこの床ヌール無色というものを選んだんですけれども、中身を開けてみると白っぽい液体でした。一応汚れても大丈夫なように下に紙を敷いておきました。それでは作業を開始します。工程はとってもシンプルで、床ヌールを薄く塗り広げて、半乾きになったところをガラス板、ガラス板で磨き上げる。たったそれだけです。床ヌールはちょっとサラサラな乳液みたいな、そんな感じの液体ですね。で、結構伸びがいいので、本当に少量ずつ塗り広げていくのがいいと思います。本当はレザークラフトをする人が、製品を作る前にこの床処理っていうものを行うときに使うアイテムなんですけれども、この床ヌールを塗ったところっていうのは接着剤がくっつきにくくなっちゃうそうなんですね。なので、表面とかには塗らないようにするとか、あとは塗ったところはちょっと色が濃くなるんですよね。なのでその辺はご注意ください。おそらく全ての革製品のこの床面がボソボソになるっていうわけではなくて、私が使っているこのイルビゾンテのキーケースなんですけれども、イルビゾンテの製品自体がもともと床処理とかを行っていない製品なんですね。おそらくカジュアル感とかを出すためのそういったものでやってないんだと思うんですけれども、なのでよりこうボソボソ感が出やすかったんだと思います。床ヌールを塗り広げるときはなるべくその毛の流れに沿って塗った方がよりスベスベになるのではないかなと思います。今回はヘラで塗り広げているんですけれども、もしかしたら筆の方が塗りやすかったかもしれませんね。この床ヌールでこれがうまくできたら他のアイテムもやってみようかなと思っているので、その時は筆にしてみようかななんて思います。ヘラを見ていただければわかると思うんですけれども、もともと白かった床ヌールなんですけれども、この赤い色に変わってきました。色落ちなんですかね。床ヌールなんですけれども、意外と乾きが早いように感じます。結構この塗るのにもたもたしているとあっという間に他の部分がある程度乾いてきたような感じがします。ちょっとムラとかまだあるんですけれども、次の工程に移りたいと思います。続いての工程は磨き上げですね。磨き上げるときはこのガラス板、ガラス板を使用します。キーケースに対して板の方が大きいので、ちょっと磨きづらさみたいのがありました。このガラス板なんですけれども、これは
レザークラフト用に作られていて、側面のところはちゃんと滑らかな加工になっているので、こうやって擦ってもレザーに傷つけることはないんですけれども、なかなか用意するのが大変だと思うので、そういった場合はガラスのコップの底とかでも代用できるそうです。磨く強さとかどれぐらいやればいいのかとかよく分かんなかったんですけれども、触ってみてもうツルツルになってたんですよね。なのでここで終わりにしました。動画の最初の方に戻っていただけると分かると思うんですけれども、かなり色が変わりましたよね。触った感じ乾いてるんじゃないかなとは思うんですけれども、少しこのまま置いて乾燥させたいと思います。10分ほど経ちました。置いた時の状態とほとんど変わっていないので、もうあの時には乾ききっていたのかもしれませんね。この鍵が当たる部分をめくったこの裏側のところは床の色を塗っていない元々の色です。で、あとはメインの広い部分は全体的に床の色を塗りました。元々ちょっと色が濃くなっていたとは思うんですけれども、すごい濃いですよね。表面の赤とはまた違ったちょっと赤黒い濃さみたいのが感じ取れると思います。この色がちょっと濃くなっちゃう問題さえ気にならなければ、全然トコヌールすごくいいアイテムだなと思いました。というわけで今日はトコヌールでお気に入りのキーケースの床面処理をしてみました。同じように悩んでいる方いらっしゃいましたら、試しに使ってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。